はい、こんにちは。今日は、前回こちらのお花、ビーズのお花を作ったんですが、その時に、葉っぱの部分をただ通しただけの葉っぱにしたんですね。それで今回、こちらなんですけれども。これは同じ4ミリビーズなんですけれども、ブリックステッチで葉っぱを編みました。ただ通しただけの、葉っぱよりも存在感があるかなと思います。こちらは丸大3ミリですね。丸大ビーズ3ミリのビーズです。大きさ同じくらいにしました。こんな感じで、やっぱり存在感が、編んだ方が存在感がありますね。これは昨日作ったひまわりなんですけど、ちょっと色合いが余りビーズで作ったので、ちょっといまいちなんですけれども、こういう作り方をした場合、ただ通すだけの葉っぱにしちゃうと、あまり存在感がないということで、やはりしっかり編んだ方が良いかなと思いました。それでは編んでいきたいと思います。前回も使ったんですが、こちらの大きめのビーズですね。これを使って編んでいきます。こちらの方が分かりやすいと思います。編み方はブリックステッチです。まず最初のスタートは20センチ糸を取っておきます。そして、今回はちょっと大きめのものになるので、ワイヤーを、カラーワイヤーですね、こういうものなんですけれども、カラーワイヤーを、20センチ、葉っぱの周りに入ってます。これでビーズの重みでお辞儀をしてしまうようなことはないので、思うような表情が作れます。ですので、ワイヤーを入れます。まずは根元の部分ですね。最初の部分は2個取ります。そしてぐるーっと回って上に出てきます。そして、最初に作った1個目のビーズに同じ方向に針を刺して、ぐるっと回して、
形を整えます。ぐるっと回して形を整えます。もう一度、最初のスタートのところなので、もう一度くぐして、二重にします。はい、形を整えて、次は3個、2個から3個ですから、増やし目になります。そして下の段の渡っているビーズをすくって、上に戻ってきます。段の始めですから、もう一度形を整えるために、もう一度ぐるっと一周します。そして上に戻ってきます。1段目、2段目ですね。今2個、最初の段の最初は2個すくって、渡っている糸の、下の段の渡っている糸の糸をすくって上に出てきます。そして形を整えて、もう一度ぐるっと回って上に出てきます。そして3個目ですね。2段目の3個目をすくって、同じ先ほどの下の段の渡っている糸をもう一度すくいます。これでもう一度すくったことで2回すくったことになります。上に戻ってきます。渡っている糸を2回すくったということは1個増えてることになります。はい、裏返して次は3段目です。最初の段の最初は2個すくいます。そして下の段の渡っている糸を通って上に出てきます。最初2個すくいます。そして下の段の渡っている糸をに通して上に戻ってきます。
形を整えて、もう一度ぐるっと一周します。もう一度形を整えて、もう一度一周して出てきます。1個すくって、下の段の渡っている糸にくぐして、上に戻ってきます。これだと3個になります。これで増やしたくない時はこの時点で返して、また上に編んでいくんですけども、この段は3個から4個に増やし目になってますので、1個すくって通って上に戻ってきて、次の1個を取ってビーズを取って、今くぐしたこの下の段の糸をもう一度くぐして上に戻ってきます。ここで2回同じ渡った糸を2回すくうことになるので、ここの糸ですね、先ほどすくったこの通ったこの糸をもう一度通ります。そして、上に戻ってきます。3個が4個に増えました。ひっくり返して次の段です。次の段は段の始めですから2個すくって、下の段の渡っている糸をすくって上に戻ってきます。最初の段の最初は2個すくって、下の段の渡っている糸を通して、上に戻ってきます。形を整えて、もう一度この形をキープするためにロックします。もう一度くるっと、次のビーズです。もう一度くるっと回ってロックして、次のビーズをすくって下の段の渡っている糸をすくって上に戻ってきます。ビーズを1個すくって下の段の糸を通して上に戻ってきます。
もう一度下の段の当たっている糸をすくって上に戻ってきます。下の段の糸を渡っている糸をすくって上に戻ってきて、次に1個増えてます。1個ビーズをすくって先ほどの下の渡った糸をもう一度すくって上に戻ってきます。1個ビーズを取って先ほどのすくった下の段の渡っている糸をもう一度すくいます。もう一度すくったことによってビーズが増やし目になります。はい、はい、ひっくり返して段の始め、最初なので2個すくって下の段の渡っている糸をすくって上に戻ってきます。2個すくって下の段の糸に針を入れ上に戻ってきます。形を整えてもう一度一周します。形を整えてもう一度一周して ビーズを1個取って下の段の渡っている糸を通って上に戻ってきます。取って下の段の渡っている糸を通って上に戻ってきます。ビーズを取って下の段の糸をすくって上に戻ってきます。ビーズを取って下の段の糸、渡っている糸を通って上に戻ってきます。1個ビーズを取って下の段の渡
立っている糸を通って上に戻ってきます。これだとこのままひっくり返すと同じ数になるので1個増やし目です。1個ビーズを取って先ほど通した下の段の糸をもう一度通して上に戻ってきます。先ほど通したこの糸ですね、下の段のこの糸を通して上に戻ってきます。ちゃんとすくえてなかったんですね。でもう一度今度は外さないようにちゃんとすくって戻ってきます。今度はちゃんとすくえました、はい、裏返して段の始めですから最初は2個すくって下の段の渡っている糸をすくって上に戻ってきます。最初は2個、1、2、そして下の段の糸を渡っている糸をすくって上に戻っていきます。形を整えてもう一度一周してロックします。もう一度ぐるっと回ってロックして上に出てきて1個ビーズをすくって下の段の次の渡っている糸をすくっ通って上に出てきます。1個ビーズを取って次の渡っている糸をすくって上に戻ってきます。これを最後まで繰り返して編んでいきます。あと
1234ですね。1個すくって下の段の渡っている次の糸をすくって上に戻ってきます。こうすくって下の段の渡っている次の糸をすくって上に戻ってきます。この次は増やし目ですね。増やし目をします。同じ下の先ほど通った糸をもう一度すくうことで2回同じ下の渡っている糸をすくうことで1個ビーズが増えます。増やし目になります。返して次は減らし目になります。見えるかな。あ、この段ですね。減らし目です。やはり段の始めなので2個すくいます。2個すくって下の段の渡っている糸を、最初の渡っている糸を飛ばして2個目の渡っている糸を通って上に戻ってきます。と最初です。段の最初ですから2個すくいます。はい、2個すくいます。そして最初の渡っている糸を飛ばして2個目のこの渡っている糸を通って上に戻ってきます。そして最初ですから形を整えたらもう一周して6します。はい、最初ですからもう一周して次のビーズを1個入れて3個目の渡っている糸になりますね。そこを通って上に出てきます。1個ビーズすくってですね。1個
3個目の渡っている糸を通って上に出てきます。最初の渡っている糸を飛ばしたことによって、へりの角度になってます。ここ飛ばしたんですね。へりになってます。そしてビーズ1個取って、次の渡っている糸を通って上に戻ってきます。それをあと3回ですね、通って下の渡っている糸を通って上に戻ってきて、もう一度最後最終のビーズを取って下の糸を渡って上に戻ってきます。上に戻ってきます。ビーズを1個取って、下の段の渡って糸を通って上に戻ってきて、この部分ですね、最後の渡っている糸を通って上に戻ってきます。これで返します。増やしたいときはもう一度、先ほど増やし目のときはもう一度同じ糸をビーズを取って下の渡っている糸をもう一度通ったんですが、今回は減らし目なので増やしたくないので、このまま裏返します。そうすると減りになってます。はい、次も段の最初は2個、ここも減らしになっているので、渡っている糸を飛ばし、最初の渡っている糸を飛ばして2番目の渡っている糸をくぐって出てきます。1、2、段の最初なので2個取りました。そして減らし目なので、最初に渡っているこの糸を飛ばして2番目の渡っている糸に通って上に戻ってきます。形を整えて、この形をもう一度一周して1個しました。形を整えて一周して
戻ってきてビーズを1個入れて次の下の段の次の渡っている糸を通って上に戻ります。これをあと3個ですね、繰り返します。取って次の渡っている糸を取って上に戻ります。もう一個次の渡っている糸を取って上に戻ってきます。渡っている糸を通って戻ってきます。はい、減らし目になってます。裏返しして次の段です。あら見えない、ここ次の段です。最初段の最初は2個入って減らしですから下の段の2番目の渡っている糸を通って上に出てきます。段の最初は2個取って減らし目ですから最初の渡った糸を飛ばして2番目の渡っている糸にくぐして戻ってきます。形を整えてもう一周して ロックします。2番目のところにくぐしてもう一周してロックしたら次のビーズを1個入れて隣の次の渡っている糸を通って上に戻ってきて、はい、1個ビーズを取って次の渡っている糸を通って戻ってきます。もう一個ですね、ビーズを一個取って下の渡っている糸を通って上に戻ってきます。ビーズを一個取って下の渡っている糸を取って、はい、で戻ります。はい、はい、
らしめになりました。はい、次の段です。段の始めは2個ビーズを取って1個目の下の段の1個目の渡っている糸を飛ばして2個目の渡っている糸を通って上に戻ってきます。減らし目ですから2個取ったらビーズを2個取ったら最初の下の段の渡っている糸を飛ばして 2個目の渡っている糸を通ります。これで減らしになります。上に戻ってきて形を整えてもう一度一周します。もう一度一周してロックします。一周して上に出てきてビーズを1個取って下の段の渡っている糸をくぐって上に出てきます。ビーズを1個取って下の段の渡っている糸を通って上に戻ってきます。はい、次の段です。次の段は次の段も最初2個取ります。ビーズを2個取って1個飛ばして下の段の渡っている糸を1個飛ばして上に戻ってきます。あれ見えない、あ、この位置かな、はい、とビーズを2個段の最初はビーズを2個取って減らし目になりますので最初の渡っている糸を飛ばして2個目の渡っている糸に針を通して上に戻ってきます。そして形を整えてもう一周します。もう一周して形をロックします。もう一周して形をロックします。一番てっぺんのビーズです。先端になりますね。こちらの先端になります。このビーズは横向きになります。先端のビーズを1個取ります。
そしてビーズを通して横向きになります。下の2個のビーズを通してもう一周します。上のビーズには2回糸が通ります。横向きになってます。こんな感じです。ビーズを1個取って横向きになってますね。ビーズが。そして下の段の2個のビーズを通ってもう一度上になっている横になっているビーズを通って下の段のビーズのところに出てきます。そしてこの糸は上から3段目 1,2,3 3段目の真ん中3つあるこのビーズの真ん中のビーズに糸を通して真ん中の 1,2,3 真ん中のビーズに糸を通して中のビーズに糸を通して 1,2,3,4 4段目のビーズでの糸に結びつけます。 1,2,3 4糸のビーズに糸に結びつけます。そしてもう一度下に3段下がります。3段下がって 1,2,3 段下がって結びつけます。そして下に出ていきます。あるかな。はい。わかるかな。こんな感じです。そしてここで
結んで、よいしょ、はい、形になりました。そしてここにこの周りにワイヤーを入れていきます。ワイヤー、ワイヤーあった、はい、こちらのワイヤーですね。ちょっと見にくいかもしれませんけど、ワイヤーをこの周りに通します。ビーズによっては重みでお辞儀しちゃう時があるので、ワイヤーを入れることで動きが自由になるので、通していきます。見えるかな、終わりにワイヤーを通していきます。ワイヤーはすぐに折れやすいので、できるだけまっすぐになるように、折れないように気をつけてください。折れるとそこが節目になってビーズの中を通ってくれないので、できるだけまっすぐまっすぐ、ワイヤーがまっすぐになるように入れていきます。こういう感じで折れちゃうんですよね。まっすぐになるように持ってってください。頭が出た時にこの輪の部分ができるだけ折れ曲がらないように、まっすぐになるように引っ張っていきます。できるだけ折れないように引っ張っていきます。こんな感じで、見えにくいですよね、ちょっとね、ワイヤーがすごい細いので、あ、ゴールドのワイヤー使ったら見えやすかったかな。こんな感じでできるだけワイヤーをが折れないように、まっすぐ、
りました。はい、こんな感じになります。今ワイヤーを通したので好きにこんな感じで表情が作れます。これで重みでお辞儀することはないと思います。今回は見えやすいように大きなビーズで動画にしましたが、前回のこちらと同じ編み方ですね。ブリックステッチという編み方なんです。そして葉っぱの部分だけ通しただけの葉っぱにしてしまったので、今回はちょっと反省してちゃんと葉っぱを編むことにしました。こういう花の時はいいんですけれども、やはりこういう葉っぱに作った、こういう花びらに作った時はちょっとね、この葉っぱじゃ存在感がないので、やはりこちらの葉っぱの方が存在感があると思います。ですので今回は葉っぱの編み方をアップしました。こちらは4ミリビーズ、こちらは丸大の、3ミリになります。大きさの、比較として、こちらの4ミリのビーズはだいたい4センチくらいの大きさになります。そしてこちらの、丸大ビーズですね、丸大ビーズで編んだのは3ミリのビーズです。こちらはだいたい3センチから3センチぐらいですね。先っちょがここなので3センチちょっと足りないかな。その方の、糸の強弱でちょっと違ってくると思いますが、約3センチくらいの葉っぱができました。4センチくらいの葉っぱと3センチくらいの葉っぱということで、今回はアップしてみました。よろしかったら参考になさってください。